カジサックと嫁サックのプロポーズを完全再現してドラマにしたいと思います。どうも、カジサックです。どうも、嫁サックです。はい、今日なんですけども、ちょっと今日はね、トンボさんと安武さんがダブルで今日来てるんですけど、よろしくお願いします。僕からしたら心強いというか、まあ野球で例えると、まあ王野村みたいなぐらい僕は信用してるんですけども、まあ経営の中みたいなところもあるやんか、王さんと野村さんって二人結構ちょっとバチバチしてるから。仲はいいんすよ。え、仲いい、仲はいいけども、二人でなんかすごい顔してコメント欄見てるからで、まあ今日ね、その、まあトンボさんと安武さんが持ち込み企画、最近多いね、なんか持ち込み企画。今回はですね、カジサックと嫁サックのプロポーズを完全再現してドラマにしたいと思います。いや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 、いや、それは良くないんじゃないですか。なんでですか。見たいかな。そういうこと僕が言いたかったのは、興味ないでしょ。いや、見たいよね、当時の再現をしていただくってことですよ。そ、おえらがやんの。そらそうですよ、いや、そこドラマって言ってるんだったら、なんか役者さん用意してくださいよ。無理でしょ、そんな。ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーさん。緊張したから。あ、ダメダメ。じゃあ、やっぱりオファー出さないで。え、オファー出さないで。でも無理なんだって。なんで。離婚したからとかでもないんですよね。そもそも無理なんですよ。なんで無理なんや。無理だろ。ウィンウィンやろ。ウィンだろ、完全な。概要欄にブラッド・ピットさんの映画貼ってたらウィンウィンだろ。違う。そんなことしなくたって見るんだよ。そんなに気をてらってないんですよね。いつもの朝と同じ感じの状況の中で、ちょっと僕が仕事を出る前にポソッとプロポーズして、もう出て行ったみたいなことなんですけど、曲とかはエアロスミスさんがよ。でもウィンウィンやん。どこがなんすか。ウィンだろ。概要欄に新曲あるな。概要欄にあったらいいって問題じゃねえんだよ。売れるんすよ、貼らなくても。そうなんだよ。まあ曲はちょっとね、どうなるかはこれ見ていただいてのお楽しみです、まあまあぶっちゃけ大輔さんっすよ。確実に良き良きいい雰囲気でね、はい、でもちょうど僕家なんで、部屋着ということで。なるほどなるほど。赤ジャージでいきますよ、はい、じゃあこれは外します。じゃあやる。はい、やりましょう、やるんやったら、がっつりちゃんとやった方がいいと思います。うん、そりゃそうです。そりゃそうです。はい、頑張ってください。頑張る。はい、せーの、オーナーシャス。ご飯できたよ。はーい。あーって。あー。おはよう。おはよう。今日もうまっすやな、これ。ほんと？いつもありがとうございます。いいえ、いいえ。食べよう。いただきます。いただきます。うん、うまい、うまい。よかった。いいね、ご飯に合うのが多いのがいいよね。最高やな、うん、昨日もでもだいぶ寝たもそうだったんじゃん。うん、またあれやろ。うん、アメリカンアイドル見とったやろ。見てた。好きやな、ほんま、うん、幸せや。うんうんうん、おいしいね。うん、でも言うてる間に行かなかん、仕事。もう行かないと。うん、違う、ちょっと今日俺仕事行ったと何すんの。寝る。
あ、そうか、アメリカアイドル見すぎやもんな。うん、寝る、一回寝て、寝て、あずみを読む。あずみをおもろいよな、あずみ面白い。読んで、でまた、うん、お昼は寝る。めっちゃ寝るめちゃめちゃ寝るやん。お疲れ様でした。はい、ごめんね、ちょっと先行くわ、うん、仕事もう時間かな。行ってらっしゃい。はい、何時に帰ってくるの？多分9時ぐらいかな。うん、わかった。行ってらっしゃい、ね、はい。ああ、せい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 、結婚しようか。えじゃねー。イエーす。カット。ちょっと待ってくださいよ。何やねんな。じゃあもうダメだって。何がや。じゃあうんこプリプリ、うんこプリプリって入れ俺に入れてんすよ。ダメだよ。じゃあ何でもええやんか。何でもいいけど、何でもいいんですよ別に。スタンプとかでいいんですよ。なんでうんこプリプリ。笑っちゃうでしょうが。あ、出し忘れ出し忘れ。ちょっと何すかこれ。フラットです。Nチです。ちょ近いなと思って。近い、いいじゃん。NG だいぶ近いなと思って。笑っちゃダメですよ。ちょっとトモさんの顔がちょっと面白くない。何で俺の顔が面白いんですか。監督ですから。監督邪魔なんすよ。えいらないんすよ。見たいでしょ。だってライトも持ってないし。NG やり直しです。やり直し。ちょっと待って。なんすか。ちょっといいっすか。はい。近い。ちゃいるでしょ。じゃあおらんでええやん。いやいや一応監督ですから見とかないと。いやこのシーンはいらんやろ。こう撮ってるやん。はい。トモここにおったやん。笑ってまうから。ダメ。ちゃんと頼むわ。ほんまにすんません。すんません。NG。はい。クジラ。タン。タンの言い方がパンだった。センちゃんぽかった。センちゃんぽかった今。それで笑ってもたんやタン。そんな力強く言えへんやろ。タンとかやん普通。タンって何だ。何で言うたん。タンって。あ、カット。え、トモさん、カット。何。え、トモさん。トモさん見切れてるの。ごめんなさい。見切れてた。あのさ、俺もちょっと気になってたけど、なんで座ってるの。見てるんですよ。え、見てるんですよ。じゃ近いのよ。近いですか。せめてそっち行って。あ、こっち。俺もほんまおかしな思ってたんよ。いや、じゃあ近くで絵を見たいじゃん。いや、やめて、座るのやめて、ね、見切れるとか地獄やった。美味しいなぁ、ほんに。え、どうしたの。ちょっとカット。何よ。どうしたの。ちょっと、タモさんが甘えたみたいな顔してたから。タモが何よ。ちょっと
美味しそすぎて食べたくて。いや食べたいって。じゃあやめて今。ごめんなさい。撮ってるから。ごめんなさい。食べたすぎて。でもうもうもはや帰っていいよ。ってこと言うんだよ。だってあん何もやってないやん。何にもやってないですね。うん。近くで見てるっていう感じでした。はい。お願いします本当に。はい。すいませんごめんなさい。うわーめっちゃうまそうやな。食べよう。ほんま毎日ありがとうございます。いいえいいえ。せんちゃんが。ありがとう。これは食べた。せんちゃん。せんちゃん。せんちゃんそっちまだあなた存在してないんだよ。せんちゃんが生まれちゃった。ポンって。木島くんせんちゃんお願いしますよ。木島くん。もう一回。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。